皆さんこんばんは、岡です。今日もね、小さく帰宅しました。なんかね、今日はいろいろ予定が多かった。うん。あと天気が悪かった。まあいろいろあった。うん。まあ、岡くんのね、いろいろはね、いろいろだもんねっていう風に捉えてもらえたからよかったかなと思います。なんか、アンチいなくなったって言われたんだけど、風邪でもひいたんじゃないの？わかんないけど。知らね。いや、まあ、いないかいないでさ、なんか、あれ？どうしたの？みたいな感じで受けるけど、俺はさ、いてもいなくても別に変わんねえやっていう人だから、いなくなったからといって別になんとも思わない。え、また来てねとかも思わないし、いたらいたね、めんどくせえなとも思わない。ネタになるから。強いて言えば、ネタになる少年が一人減ってしまったなっていう感じ。ぐらい。うん。な感じです。でもまあ、見てる人は見てんだなと思って。なんかあのアンチ君いなくなっちゃったって言から、いなくなってはいないと思うよ。多分休んでんじゃねえの。体調崩したんじゃねえ。わかんないけど。もしくは、宿題が忙しいか。多分学生なんじゃないかな。あれで社会人とかじゃないと思う。あれで社会人だったら俺はどうかと思うけど。まあいいや。話はね、ちょっと長くなりそうなので切り上げます。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。